宇田朝は、日本の医師、日本で最初の女性眼科医。別名は、宇田朝子。30歳に満たない年齢で創生したため、医師としての活動期間は短いが、平成期に記念碑が発見され、その存在が明らかとなって以降、日本初の女性眼科医として、検証の機運が高まっている。浜田県美濃郡増田村の寺池で誕生した。7歳の時、 マスダ村の名家であるうだけの養女となった。当時より一度決断したことをやり抜く医師の持ち主であった。かつ聡明で、小学校では上等組の男子よりも良い成績を収めた。卒業後も私塾に通い、男子に混ざって勉学に励んだ。16歳の時、医師になることと心に決めた。 医術開業試験に合格するまでには学費を要したが、名家だった宇田家は没落しており、費用の捻出が困難であった。親戚に援助を求めたが、嫁入りして、家庭を守るのが、女の幸せと難色を示された。しかし、宇田家の長である朝野義祖父は、先駆的な人物であり、優れた女性が活躍することは道理に合わないとは、言えないの一言で、朝を支援した。 1887年に上京。1889年、当時としては例外的に女子を受け入れていた医学校である再生学者に入学した。同時期に学んでいた医学志望の女子には吉岡弥生がいた。同1889年、医術開業前期試験に合格したが、1892年5月の後期試験では落第した。朝は、 同年12月の後期試験に望みをつないだが、進行のあった同郷の学友が病気に倒れ、看病のために同年の受験を断念した。さらに、受験制度が変更され、開業試験の受験には、臨床実習の試験合格証が必要となった。2回の受験失敗に加えて、友人の看病により、うだけからの援助による資金も尽きていた。 再生学者の月謝が払えず、休学を強いられ、下宿で勉強に明け暮れた。食費を惜しみ、水だけで生活することもあった。親戚中に無心した末に、どうにか資金を調達して復学し、1893年3月に臨床実習合格証書を手に入れ、後期試験にも合格した。移実開業試験に合格を果たした朝は、 下界の田代吉則らの経営する田代病院に勤務した。しかし、女性である麻を医師として認める者はおらず、任された仕事は患者の搬送や包帯の交換など、看護師同然のものに過ぎなかった。麻は借金の返済のために、同院で働いたものの、仕事のやりがいのなさに疲弊し、1894年7月に田代病院を退職した。当時は、 美術開業試験の合格後にすぐに開業する医師も多かったが、朝は実地で研修を積まなければ医師ではないと考え、開業の医師はなかった。日本博覧図、静岡県に掲載されたまた名館眼科委員の前景翌1895年、偶然から当時の著名な目科学者である井上達也が院長を務めるお茶の水眼科病院を目にした。朝は誘われるように、 同院での勤務を望んだ。井上達也は驚きつつも、朝の申し出を了承した。こうして、朝は23歳にして日本初の眼科上位となった。眼科病院での月給は社府ほどの安さであったが、朝は医師として認められることに満足感を得た。周囲の男性医師たちからは疎まれたものの、朝は努力の末に男性医師に勝るほどの眼科医療技術を身につけた。 ある日の手術で医師の一人が欠勤し、手術準備係であった麻が代理で手術助手を命じられた。このことで麻を上位として下げ住んでいた男性医師たちは嫌をなく麻の実力を認めるに至った。翌1896年、静岡県小笠郡地新田村の丸尾郷同に壊れて、丸尾が院長を務める眼科医員のまた名官に出向した。 丸尾は頻繁に東京に出て医師を物色しており、白羽の矢を立てた相手が朝であった。朝はまた名官での経験により、さらに実力を磨いた。丸尾から信頼され、また名官を任せられることも多かった。以前、女の先生だと驚かれることもあったが、毎日診療を行ったため、患者たちからも歓迎された。 1897年12月、井上の没後に後を継いでいた養子の井上、トール七郎が、ドイツ留学から帰国し、お茶の水眼科病院の院長に就任した。朝は、眼科学の最前線で働くため、トール七郎のように、ドイツへ留学したいという、新たな夢を抱き、お茶の水眼科病院に復職した。トール七郎は、朝の実力に加えて、父から生前に、 朝を養子にしてでも留学させてやりたいと聞かされたこともあり、朝のドイツ行きを開拓した。同時期に、かつて、井上達也が創始した、井上眼科研究会の再開の声が高まり、通る七郎は、学術団体、お茶の水眼科同窓会を発足させ、朝もこれに参加した。朝はこの会での発表会に向け、独自に研究を開始、診療の合間を縫って、 データ収集に奔走した。朝は誰もが認める、眼界に成長し、女性だからといって、朝を下げ済む者もいなくなっていた。ドイツ留学への夢が実現する直前、朝は肺結核に侵された。1898年に東京で26歳で死去した。結核は当時は、富士の病気とされ、朝は自分の眼球を摘出して、 医学の研究資料にしてほしいとの遺言を残した。これは日本で最初の眼球検体とされる。防否は郷里である、島根県増田市七尾町の赤根寺にある。死去の翌年の1899年、浅野知人たちの尽力により、浅野医学への熱心さ、心がけの見事さを後年に伝える目的で、東京府北都島郡の大流寺の井上達也の墓のそばに、記念碑、 女ゆうな朝この日が混流された。没後から一年も経ずに建てられたもので、検品の募金は余剰が出るほど集まった。碑文は、軍医総監の石黒忠則が担当した。それからちょうど一世紀を経て、1999年に、この石文みが発見された。朝のことは地元ですらあまり知られていなかったが、この石文みの発見を機に、検証の機運が高まった。 2001年には東京で女性と仕事の未来館での展示、社会と共に歩む女ョイで取り上げられ、翌2002年には、京里の松田市の松田市立図書館で日本眼科女ョイ第一号、宇田朝展が開催され、多くの貴重な遺品が来場者たちの目を引いた。松田市の展示では、朝の日記が残されていることが判明していることから、松田市及び島根県では、市や、 県の歴史に名を残すべき人物として、今後も研究が待たれている。2012年には、眼界の若倉正人の著による、小説、高津川日本初の女性眼界、宇田朝が発行された。朝の日記と増田市や津和野町での取材内容に、基づくものだが、電気にまとめるには、資料不足であったため、架空の人物を登場させるなどして、フィクション作品として仕上げられている。 再生学者時代は、戦術の同郷の友人に加えて、後年に日本女医会の創設者となる、前田園子とも親交があり、朝は二人を日記に、心の友と綴っていた。園子がキリスト教徒であったため、朝たち三人はよく、神田のニコライ堂に通っていた。お茶の水眼科病院に勤務したことも、田代病院の退職後に散歩がてら、ニコライ堂へ足を運び、 ニコライ堂のそばに、お茶の水眼科病院があったことが縁となっていた。大龍寺の記念碑、オンラインう朝子の日裏に掘られた、発起人の中には、前田園子の名も刻まれている。ありがとうございます。